天皇陛下の80歳を記念し、皇居の井通りが今日から一般に公開されます。春の桜に続き、今回は美しい紅葉を楽しむことができます。今日は午前10時に入り口の坂下門が開門し、井門までの750メートル、およそ60本のモミジの木の中を歩くことができます。4月の初公開では5日間で39万人が入場しました。 その際、携帯電話がつながりづらくなり、はぐれる人が続出したことから、今回は臨時のアンテナを設置しています。公開は7日まで行われ、毎日午前10時から午後2時半まで入門することができます。事前の申し込みは必要ありません。